これは、まあ、宮崎県の某海域で取られてて、はい、めっちゃ安い、ね、で、もう品物はめっちゃいいんで、昨日の取れたばっかりやから、はいはいはい、だけど、めっちゃ水っぽいって言われてんねんか。でこの前、お前のお客さんからも苦情が来た。あ、本当ですか。で、なんでですかねって言うから、産卵期で、はい、産卵期なんよね、はいはい、宮崎のそこのところは、うん、で、まあ、それで水が、何、水っぽいっていうのはあるんやけど、うん、果たしてそれが本当にどんだけ水っぽくてまずいのかっていうのを検証してみようと思って、多分みんなまだ血抜きはしてないと思うから、まず軽く血抜きをして、で、肌を出して塩を当ててみよう。ちょっと水分を取ってみようと、水分飛ばして、うん、飛ばしてみようと思う。なるほどなるほど。で、食べてみようかなと思う。これね、原因はこれ、原因はこれがね、卵がこれが原因ですね。今週いっぱい食べてる。ちょっとこう腹が持ついよね、今日はするね。でしょうね。うん、するね。ちょっとこの子を一回や、下ろしてみようか。これで。すでに水っぽいしてる。あ、本当だ。な、画面越しでも分かりますね。うん。まあ、ちょっと下ろしてみました。はい。はい。これね。あ、そんなに、なんかあんまりこう、活力を感じないね、これ。うん。美味しくない。片面だけ下ろして、はい、片面をちょっと寝かしてみようかなと思う。あ、なるほどなるほど。ではちょっとこれだけ。あ、しました。ほら、水っぽいよ。これね、水が入ったからとかじゃないもんね。水っぽいしな。ちょっとこれはちょっと塩してみようか。はい、塩して、このぐらいで。はい、今7時やから7時半ぐらいまでやってる。7時半まで、うん、後でもう一回後ほど、はい、30分ぐらいだったら、はい、でもこれや、今日土曜日やんか、はい、月曜日食べるわ。あ、月曜日です、うん、で、こいつはだから何もせずに寝かしただけの味と、この塩をして今からこれ脱水すんねんけど、はい、もうめんどくさいから水で脱水するわ。この水でちょっと脱水、だからあの脱水だとこのあの何、塩を取るわな。それ脱水やな。でこれで次はあのこのままやったら身が悪くなったらリードペーパーに挟むわ。はい。ちょっと贅沢に多めに2枚リードペーパー、これに挟まんと、もう身が取れんなるっちゃう、このミートペーパーやったら。ちょっとこれ見ましになってない感じ。あ、ですね、感じしまっ、ね、ちょっとしまってるやろですね、うん、最初のブニョブニョブニョ比べれば。でこれを、俺の持論は、魚は人の手をこれ加えれば美味しくなる。ですよね。うん。だからもう処理をせえへんからまずい魚を作ってるだけっていう。処理をしたら美味しくなる。これも一応処理したわけやからね。はいはい。でこれをまたこのまま置いとく。これ丸ごと使えて乾かない。
それでとりあえず冷蔵庫に直してきます。はいはい、土曜日に来たやつな。はい、この美味しくなかったっていう味がやっぱ色がだいぶ変色してる。うん、本当ですね。もうおろしてしまったからな。で、これが何もしてない分な。はい、いきます。やっぱなんか締まってるけど、なんかちょっと柔らかくなってみて、柔らかいな。柔らかいですね。うん、でこれがどういう味になるか恐ろしいな。で、あのバロメーターとしてどこを見たらいいかっていうのが大きいけど、バロメーターとしてこのここな、これ今色変色してるやんか、はい、だけどここはもう風が当たってたから空気当たってたからこうなってるけど、もうこれを例えば起きた時にまだほら色が赤いやんか。赤いですね、まだな。これは OK ってこと、うん、これだったらこれがもうバロメーターやな。恐ろしい。はい、次からな。カピカピになってしまってるけど。うん、やっぱ柔らかいね。悪くはなさそうやけどね。やっぱ昨日食べないかんちゃうね、これね、本当。あら、やった。ね、昨日ぐらい食べないといけなかったってやろね。色変えてりゃ悪かな。ほら、色が。なんか水っぽいんやろか。これだから、血を抜いたから水っぽいんやろか。初めからこんねん。うん、初めからでしたもんね。うん。もう、すべて抜いて水っぽい。あ、こう産卵の時の魚ってこんなのが多いのよね。だから桜鯛とか言うてるやんか。はい、桜鯛ってその響きはいいけど、実は産卵で卵を持った鯛のことやから、メスのな。はいはいはい。身が水っぽいことがすごく多くて、うんうん、でもたくさん取れるやんか。はい、一気にドバッと取れる、ね、そう、だからそれでその旬の、旬あのなんか旬、旬みたいなこと言われてるけど、うんうん、あれは俺は間違った旬やと思ってるから、あの魚を取らへんで次に残せばもっと子孫が増えるのにって思う。そうはいかんねやろな。売るためのなんすかね。うん、それはその人の生活があるかしゃあないけど。はい、これをちょっと皮剥いでとか、なんかもう皮剥ぐ時点で壊れそうやな。柔らかいもね、はい、もうちょっとザクザクと切るわな。今大西さえ食べてもらったな。大西さえ入れとくとないからね。そろそろお腹壊すかもしれない。何でも食べさせて大丈夫。あの人山の人や。魚が大好きやって。胃腸から違うんですね。うん、鍛えてるって言ってる。どんな筋肉ってきたんでしょうね。はい、
だからこれをちょっと食べてみようかな。はい、はい、まあ、まずね、はい、水っぽい方から食べてみよう。水っぽい方、うん、何もしてない、ね、うん、何もしてない、やわらかい。にょにょって感じですか。うん、で、ちょっと脱水したやつな。はい、ちゃんと脱水してる。うん、どんぐらいですか。はい、ちょっと、はい、あのね、やっぱ手加えた方が欲はなってる。本当や、柔らかいやろ。でも手加えた方がさ、食べてみる。あ、本当や、全然やろ、美味しくはなってる。やっぱ手加えない感じだから、最初の見た目は気持ち悪かったけど、この見た目気持ち悪かったけど、やっぱ全然違うね。全然違う歯応えが、うん、歯応えありますね。うん、うわ、水、あ、こんな違っちゃう、やっぱ大事っすね。うん、いや、改めて大事。うん、っていう感じやね。うん、だからやっぱ魚は手を加えたら美味しくなる。美味しくなりますね。あのままでは美味しくない。同じ魚で、うん、あ、こんな違っちゃう。だって日にちが経って歯応えが出てる。確かに、うん。